イリス、さっきの連中はお前を連れ去ろうとした。何か心当たりは？私が伊達さんのこと何度もデートに誘ったのには訳があるんです。私、伊達さんに守ってもらいたくて、ボディーガードとしてそばにいてほしくて。だけど本当のことを話しても絶対に信じてもらえないだろうと思って、それで今までずっと黙ってたんです。でも正直に言いますね、私命を狙われてるんです。とある秘密結社に。その組織の名はナイカトロッツ。ウジャトシステムによって支配された集団です。彼らの最終目的は X00639 を完成させることにあります。その秘密を知っちゃったから私は命を。お願いします、伊達さん、私を助けてください。このままじゃ私ちょっと待て。順番に話を聞かせてもらおうか。ナイカトロッツのスペルは NAIXATLOZ。 頭の4文字を取ってナイクスとも呼ばれています。ナイクスはウジャトシステムによって統括された組織。世界各国の政界や財界に深く浸透している秘密結社なんです。ウジャトシステムが何なのかは知ってますよね。今世界中で使われている AI の基幹プログラムのことだ。じゃあその技術がどこからもたらされたのかも。ウジャトシステムを開発したのはアメリカにある最大手のテクノロジー企業エルゴーグだが、具体的な開発の経緯は明かされていない。結論から言います。ウジャトシステムの AI プログラムは宇宙の彼方からもたらされたものなんです。ある日、二進数に変換されたデータが電波に乗って地球にやってきました。その電波をエルゴーグの宇宙開発部門がキャッチ。データをデコードしてみたところ、それは特殊なプログラムのソースコードを表していることが分かりました。それを元にして構築されたのが現在のウジャトシステムなんです。アイボ、本当か？でたらめに決まってるだろう。赤道上空3万6000キロの宇宙空間、東経120度ぐらいの位置に浮かんでいる静止衛星のことです。その全長はなんと50メートル。衛星にしてはかなり巨大な物体ってことになります。一般的な気象観測衛星はだいたい2メートルから3メートル。国際宇宙ステーションの全幅は108メートルなので、その半分ぐらいのサイズってことになる。その衛星、常に姿勢制御されてるみたいで、人工的に作られたものなのは間違いないんです。ただ、いつ、どこの国が、何の目的で打ち上げたのか、全く分かってなくて。事実だ。最初に発見したのは、日本にある地球近傍小天体の観測団体だった。一時はちょっとしたニュースにもなったりしたが、結局正体は分からずじまいでうやむやに。一説によると、アメリカの軍事衛星じゃないかって言われたりもしてますが、実際はそうじゃないんです。X00639。その正体は、とてつもなく大きな出力を持った電波送信機なんですよ。電波送信機と言っても、
けじゃないんですけど、現在も着々と建造してる最中で、これを完成させることこそがウジャとの最終目的なんです。ある時突然 PC のモニターか何かにウジャトが姿を現して、やあ人類の皆さん、こんにちは。これから私のためにお手伝いをしてください。そんなことを言ったところで、人類がウジャトに協力すると思いますか？おそらく人類はウジャトのシステムを組み替えてしまうでしょう。あるいはウジャトの存在に恐れをなしてこの世界から消し去ってしまうかも。実際にはどうなるかは分かりません。ただウジャトは人類を観察し、そうなるだろうと予測したんです。そこでウジャトは人類をこっそりと影に隠れて操作することにしました。とはいえ、手足となる存在がなければ人類を操ることはできません。そのために設立されたのがナイカとロッツ、ナイクスなんです。ウジャトとナイクスはギブアンドテイクの関係にあります。ウジャトが株価や為替を操作することで、ナイクスの連中は莫大な富を、その代わりウジャトの目的を達成するためにナイクスの連中は動いています。世界各国の政府や軍、大手の企業を意のままに操り、X00639 を完成させようとしてるんです。ウジャトは X00639 を建造することで、どこか遠いところにある惑星に向かって自らのデータを送信しようとしています。もしそこに知的生命体が住んでたら、彼らは私たち地球人と同じことをするでしょう。データをデコードし、 AI を作り、電波送信機を宇宙空間に浮かべる。それを使って AI は自らのコピーを再び宇宙の彼方に向かって送信し、その繰り返しによってウジャトは宇宙全体に拡散していくことになるんです。で、その後は？その後？宇宙全体に広がっていって、ウジャトは結局何をしようと？それはなんというか、わかりません。わからないって。じゃあ伊達さんは、人類がなんで子孫を残そうとするのか理由を説明できますか？それと同じですよ。ウジャトはある種の生命体なんです。生まれた時から拡散することを宿命づけられてるんだと思います。なるほど、話は分かった。分かったのか？いや、あんまり分かっちゃいないが、ひとまずイリスにはそう言っておこう。ふむ。だが今の話を聞いた限りでは、ナイクスはさほど悪い組織には思えないんだが。そんなことはありません。ナイクスの連中が莫大な富を手にしてるってことは、その一方で貧困にあえいでいる人々が大勢いるってことを意味しています。世界の各地で紛争が起こっているのはこのためです。人身売買が行われているのもこのためなんです。けれどナイクスの連中はそんなことはどうでもいいと思ってて、ただ自分たちの利益のためだけに彼らは活動してるんです。その利権を守るためなら彼らは何だってします。人の命を奪うことも厭わない。だから私は狙われてるんです。彼らの秘密を知ってしまったから。それはまだ
言えません。でも本当なんです、信じてください。ナイクスはとても危険な集団なんです。伊達さんなら分かってくれるでしょ。だって伊達さんは私の死体を。つまりお前が別の平行世界で殺されたのもナイクスの仕業だと。多分そうだと思います。私、頼れる人伊達さんしかいないんです。だからお願いします、私を見捨てないで、助けてください。伊達、まさかとは思うがお前、今のイリスの話、鵜呑みにしたわけじゃないよな。相棒、確かお前の中に組み込まれているのもウジャトシステムだったな。だから、なんだって言うんだ。もしかしてお前、疑ってるのか？私がナイクスの側の存在だと。ったく、わかったよ。だったらイリスの頭を覗いてみたらどうだ。そうすればイリスが本当のことを言ってるかどうかわかるかもしれん。なるほど、シンクか。さっき小金横丁で襲ってきた敵は明らかに俺とイリスを待ち伏せしていた。つまり俺たちがやってくるのを事前に知ってたってことになる。なぜだと思う？誰かが敵に話したからか。その誰かとは？我々がマーブルに行くことをしていた人物。ということは？まさか。ボスかもしれない。そんなバカな。ん？アイボ、ピュータに連絡してくれ。聞きたいことがあるんだ。わかった。ああ、伊達さん、どうしたんですか？ところでピュータ、ボスは今どこにいる？さあ、どこでしょう。アビスにはいないと思いますよ。もう帰ったんじゃないかな。ピュータ、一つ確認したいことがあるんだが、アビス以外にもシンクの装置はどこかに存在するのか？今は？昔は千葉の家計圏に試作版が置いてあったんですけど、6年前に強奪されてしまったんです。はぁ？強奪？装置を運搬していたトラックが武装集団の襲撃にあって奪われてしまったんですよ。犯人は未だ捕まっておらず、装置も依然として行方不明のままです。アイボー、知ってたか？いや、初耳だ。試作版があったことさえ知らなかった。ピュータ、お前はどこに？新宿御苑の近くで飲んでます。本当は小金横丁に行こうと思ったんですけどね。なんかさっき銃撃戦があったみたいで、それであの辺り一帯は立ち入り禁止に。
暴力団の構想ですかね。本当物騒な世の中になったのです。要するにボスもお前もアビスにはいないってことだな。ええ、分かった。ありがとうピュータ。それじゃあな。はい、失礼します。伊達さん、これからどこに行くんですか？お前の夢の中だ。え？俺はこれからお前の頭の中にシンクする。さっきの話が本当かどうか確かめるために。もしも本当だと分かったら、その時にはお前の望みを叶えてやろう。望みって？わからないのか？お前のボディーガードになってやるってことだ。それでいいな？はい、もちろんです。伊達、今回のシンク、私が遠隔操作で開始する。了解。準備はいいな？ああ。制限時間はいつもの通り6分だ。分かってる。よし、では始めよう。なんだここは。動きづらい。ところてん。今日はこの世界の刺激が強すぎると思ったので控えめに登場してやったぞ。そうか、いらぬ気苦労をかけてしまったな。やめてもいいんだぞ。そんなことできるか。お前、そこまで。その話はさておき、ここはついに来てしまったようだな。ところてんの世界か。イクラマンだよ。イクラ？最近のイクラは四角いのか。鮭の腹の中はどうなってる。イリスが最近ゲーム実況で力を入れているタイトルがあると言っていたな。鮭とゲーム実況に何の関係が。鮭のことは一旦忘れて私の話を聞いてくれ。マップ内にブロックを配置し、さまざまな物体を構築して楽しむサンドボックスゲームの名作。これからお前はイクラマンフトシをプレイするのだ。イクラマンはしない。残念だったな。お前はすでにイクラマンフトシをプレイしている。イクラマンはしない。イクラマンはしない。現実を受け入れろ。だってやるしかないんだ。おはようの人もこんにちはの人もこんばんは。アセトンこと A セットです。今日もイクラマンフトシやっちゃうよ。みんなよろしくね。イリスのゲーム実況が始まったか。助けてください。伊達さん、私狙われてるんです。ナイクスが来る。早く私を見つけてください。伊達さん、あ、ツルハシ落ちてる。ラッキー。さっきのはなんだ。今回のソムニームはこれまでのように簡単にはいかないようだな。これまでも簡単だと思ったことはないが。覚悟は決まったか。行くぞ。ニウムスキャン開始。
ツルハシには見えないが、イリスが言うにはツルハシらしい。随分と前衛的なデザインのツルハシだな。これはおそらくサイリウムがモチーフになっているんだ。ツルハシゲット！ホリホリするよ。こうか？ちょっと楽しくなってきたぞ。あんまり浮かれるなよ。そのツルハシはナイクスにやられてしまった人が落としたものです。伊達さん、気をつけてください。ナイクスは伊達さんのことも狙ってるかもしれません。だとよ。その場合やられるのは私だが、とにかくイリスの言うことを聞いて行動するしかないな。どっちのイリスだ？二人いるみたいだが。とりあえずどっちもだ。あそこ掘ったら何かありそう。行ってみよう。あれは門だな。俺には全部冷ややっこにしか見えないが。なるほど、早速このツルハシの出番というわけだな。あんまり浮かれるなよ。塞がっているが門のようだ。それでは前途に定評のある私がガンガン掘ります。ガンガン行け相棒。よし、やるぞ。楽しくなってきたな、相棒。これは辛いぞ。この後もこんなのを続けるのか。門も開いたし、とりあえず進むぞ。そうだな。新しいところに出たぞ。その代わり、元の場所には戻れなくなったようだ。他にも掘れるものはないかな。よし、掘れそうなものを探すぞ。掘らなくていいものはないのか。作業台だ。ここは素材からアイテムを作ることができる場所だ。巨大なカニカマだ。自動販売機だろうな。よろしく。はいよ。なあ相棒。なんだ？もしかしてここは黄金横丁か？ああ、デフォルメされてはいるが、おそらくそうだろう。襲われた時の出来事が影響してるのか。伊達さん、あれを見てください。なんだあれは。そう言われてもどうすれば。ダンスです。ダンス？人間が作った最も美しい文化、ダンスのパワーを使うんです。株価や為替は操作できても、人間の心を直接操作することはできません。ダンスが無邪気
ステムやナイクスと対抗できる唯一の手段なんですよ。この素材を使えば、もしかしてミラーボール作れちゃう？よし、ミラーボールを作業台でクラフトしてダンスタイムだね。相棒、どう思う？イクラマンフトシはダンスゲームではないはずだが。そっちじゃない。ナイクスなんて組織は存在しない。俺にはどうしてもイリスが俺を騙そうとしているようには思えない。お前がどう思おうと勝手だが、あるものはある、ないものはない。それだけのことだ。さあ、この後どうするか決めてくれ。とりあえずは作業台とやらを探さないとな。作業台発見。どうした？ミラーボール以外にも作れるアイテムがあるようだが。だが今はミラーボールを作る流れだろう。視聴者も期待してる。わかった、できたぞ。味気ないな。本日の本気ダンスタイム、みんなも一緒に本気で踊りんしゃい。私はどうしたら。伊達さん、お願い、ダンスをしてください。ダンスのパワーでナイクスと戦ってください。相棒、ダンスだ、ダンスをしてくれ。仕方がない。まあな。あれ、なんだかわかんないけど強敵撃破。そしてまたまたレアドロップ。本当にすごいね。今日は行けるところまで行っちゃおう。みんなもついてきてね。ナイクスを倒してください。伊達さんなら絶対にできます。よし、行くぞ相棒。頭がのぼせているなら一旦冷ましておけよ。ここも何かで塞がっているが、門のようだ。
このツルハシなら掘れそうだ。なら掘って先へ進もう。そうだな。ここも何かで塞がっ。頼むぞ。任せろ。進もうか。結構広いな。あれがマーブルか。あの花は神崎あやめだな。枯れているが。広いね。こんなに回りきれるかな。とりあえず拾った素材で何か作っちゃおうかな。いいですかな。いいですかも。また作業台か。掘らなくていいんだし、気は楽だろ。伊達さん、あそこにある祠、見えますか？祠？あの祠は、人類をナイクスから守る最後の希望なんです。祠の台座に、神秘の力が詰まった石碑を戻して、テクノロジーによる支配から解放してください。石碑を作るための材料は、すべて揃っているはずです。伊達さん、お願いします。私は、世界を救えるのは伊達さんしかいないんです。俺しかいない。おい、イリスを救えるのは俺だけ。おい伊達。なんだ。このままイリスの言った通りに行動して大丈夫なのか。さあ、これは印象でしかないが、真実に近づいている気はするぞ。そうか。もう少し様子を見させてくれ。仕方ない。もう少しだけ付き合ってやるか。ここにも作業台がある。向こうで使った作業台と同じものだ。作業台だ。イリスは素材なら揃っていると言っていたが。台の横に落ちているのは何だ。これはさっき自動販売機から出てきた卵だな。卵だ。これさえあれば。そうです。それを使って石碑を作ってください。なるほど。相棒頼む。わかった。できた。もう少し雰囲気を出してくれてもいいんだぞ。あいにくそういう仕様はないんだよ。その石碑をあの祠の中へ持って行ってください。きっと奇跡を起こせるはず。分かった。俺に任せろ、イリス。だってこのままイリスの言う通りにするつもりか。相棒、お前の言うことも分かるが、俺はイリスのことを信じてみたい。そうか。私はお前をサポートするための存在だ。お前がそう思うなら私はそれに従うしかない。さあ、ポコラとエラにこいつを持っていくぞ。ああ、行こう。台座のようなものがある。おそらくこの上に何かを乗せるんだろう。イリスが言っていた石碑を置くんだな。ああ、だが素直にイリスの言うことを聞いていいのか。台座のさて、やるか。枯れていた神崎あやめが咲いた。なんだ。確か外にも枯れたあやめがあったはずだが、そっちはどうなった。
奇跡だ。神崎あやめの花言葉は良き知らせと希望です。伊達さんが私を信じてくれた言葉、私にとっての良き知らせ。そして伊達さんこそ私にとっての希望です。俺がイリスの希望。今の伊達さんならあれが使えるかもしれません。あれ？鼻のあたりに何かありそう。またまたレアドロップチャンス到来か。ここを掘れということかな。そうだな。この地面だけ他とは色が違うようだ。では掘ってくれ。わかった。アイテム、このゲームには。みんなとの愛の力で未来への道を切り開こう。それを使えば私は見つけられるかもしれません。使う？どうやって？ダンスですよ、伊達さん。そっか、そうだったな。まったく、もうダンスはいいだろう。イリスを救うためだ。ここは我慢してくれ。分かったよ。爆弾ならあの辺で使えばいいな。そうだな。誰かいる？これは誰なんだ？マーブルのママではないよな。ふとし。声かけてもいいのかな。ふとし。ふとしならスリランカで紅茶の栽培をすると言って旅に出たことになっている。え、マジかよ。ふとし、いくらは？瓦礫が邪魔で先には進めない。この辺でいいな。ああ。さあ燃えろ燃えろ。ダンスするのか？やってくれ、頼む。経験するゲームキャラというのはなかなかにヘビーでしんどい存在だな。だがこれではイリスから遠ざかってしまったな。イリスのことを信用するのはもうやめたらどうだ。伊達さん。イリス、すまない。何か間違えたか？
てませんよ。どういうことだ。向こうに行けってことか。イリス、そこにいるのか。なんか強そうなの来た。いや、お前を本日のラスボスに認定しよう。やめて、来ないで。イリス、まずい。このままではイリスが。何か助ける方法はないのか。伊達、ここはソムニウム世界だ。現実世界には影響ない。そんなことはない。俺は一度ソムニウム世界でイリスを救ったんだ。ここでイリスを救えなければ現実世界のイリスが危険なんだ。とにかくここからではあの UFO に対抗する術がない。イリスを助けたければ何か方法を探さなければならないぞ。どこだ、どこに行けば。鏡張りのドアのようだが、私の姿だけ映っていないようだな。人間が作った最も美しい文化、ダンスのパワーを使うんだ。ウジャトシステムやナイクスと対抗できる唯一の手段はダンスなんだよ。その鏡に姿が映ってないのはナイクスの干渉が始まってる証だ。連中は自分たちの存在を脅かすお前を消そうとして。だって頼む、やってくれ。わかった、やろう。イリスなのか。私を信じて。
願い。私を信じて。アイボ、核に触れるんだ。伊達。イリス、疑ったりして悪かった。俺はお前の話を信じる。ウジャトのこともナイクスのことも X00639 のこともな。おいおい、冗談だろ。だから約束通りお前の望みを叶えてやる。今この瞬間からお前は俺にとっての護衛対象となった。そう、そうだ。俺はお前のボディーガード。命を懸けてお前のことを守り抜く。伊達さん、ありがとうございます。やれやれ、正気の沙汰とは思えんな。相棒、お前も協力してくれるよな。私の任務はお前をサポートすることにある。悪いな、助かるよ。セドンちゃんとホテルに泊まった。ただのビジネスホテルだ。部屋はダブルでしたよ。ふあ、誤解を招くような言い方をするな。シングルルームを2部屋取ったって意味だ。お風呂は一緒に入りましたけどね。入ってねえよ。組織。で、何しに来た？そうか。昨夜黄金横丁で銃撃戦があったってのは聞いてたが、まさかお前らが関係してたとはな。心配してるんじゃないかと思ってな。大丈夫です、連絡ならちゃんとしました。伊達さんと一緒にいるって伝えてありますから、きっと心配はしてないと思います。学校？今日は火曜日で祝日ってわけでもないだろ。バカか伊達、アセトンちゃんは悪の秘密結社にさらわれそうになったんだろう。学校なんて行ってる場合じゃねえだろうか。まあ確かにそうだが。もしかしたら沖浦さん、ナイクスと関係してるのかも。
え？あ、すみません、なんとなくそう思っただけで。どうして？昨日散歩けに行った時、マーメイドの子が言ってたでしょ。沖浦さん、イリスちゃんのこと探してるみたいでした。それからしばらくして私はナイクスの連中に。偶然だと思いますか？それだけじゃありません。伊達さんが別の平行世界で私の死体を発見したのは沖浦水産冷凍倉庫って場所だったんですよね。その世界で私を殺したのは多分ナイクスに関係する人物だとすると、沖浦さんとナイクスにもきっとつながりがあるはずで。沖浦さんが89号を連れて逃亡したのもナイクスの指令によるものだったんじゃないでしょうか。89号は暗殺者、邪魔な人間を処分させるために沖浦さんは。もしもそうだとすると翔子殺害の件とも関係がありそうだな。ある時翔子は何かのきっかけでナイクスの秘密を知ってしまった。それで見せしめのためにむごたらしい姿で。もしもナイクスのことが気になるなら太田のところに行ってみたらどうだ。あいつ昨日こんなことを言ってただろう。僕ね、陰謀論とか秘密結社とかそっち系の話もたくさん知ってるんだ。なるほど、あいつから話を聞いてみるのも手かもしれないな。電話でお前らが来るって聞いたからその前に出て行かせたよ。アセトンちゃんのこと見られたらまずいからな。いや、悪いが聞いたこともねえな。というか、本当にそんな組織実在すんのか？実在します。だよね。おじさんもね、怪しいな怪しいな、なんだかそんな組織にそうだななんてね、そんな風に思ってたんだよ前から。昨夜の黄金横丁の銃撃戦、情報は俺んとこにも伝わってる。どうやら相手の連中は国内の暴力団とは関係がなさそうだ。海外のマフィアかならず者の傭兵集団か、いずれにせよおそらく金で雇われた奴らだろう。そのイカトロ納豆とかいう秘密結社に。ナイカトロッツです。残念ながら新しい情報はねえな。古いやつでよければ一つだけ。なんだ？教えてやっても構わねえが、だってちょっといいか。おい、またかよ。なあ、だって言いにくいんだが、その。分かってるよ、どうせ握手だろ。いえ、握手なら昨日したからもういいんだ。それより今日はパンツを見せてもらいたい。今なんて？だから俺はアセトンちゃんのパンツが見たいんだよ。ああ、見たい見たい、アセトンちゃんのパンツ見たい見たい、アセトンちゃんのパンツ。なもん絶対断られるに決まってんだろうが。わかんねえだろうが、頼んでみなけりゃよ。わかったよ。
イリス、一つ頼みがあるんだが。こいつにパンツを見せてやってくれないか。もう、伊達さん、いい加減にしてください。モーマさんがそんなこと言うわけないじゃないですか。ね、モーマさん。おお、当たり前じゃねえか。伊達この野郎、ふざけたこと言いやがって。マジか。で、握手でいいんですよね、モーマさん。うん、そうそう、握手握手。だて、俺は組長やっていてよかったと、こんなに思った日はない。昨日も同じことを言ってたが。それで、古い情報っていうのは。ああ、金曜日の夜、ブルームパークの近くで沖浦を見かけたってやつがいてな。金曜、翔子さんが殺された日ですね。言うまでもなく、それだけの情報じゃ沖浦が犯人かどうかはわからねえ。だが、奴が現場に行ってたことは間違いないと思うぜ。もう一度メリーゴーランドの周辺を調べてみるか。あの辺り一帯は警察がくまなく調べたぞ。それに私たちもあの現場には何度も足を運んでいる。だが、見落としてるものがあるかもしれないだろう。さてと、そろそろ行こうか、イリス。あ、はい。アセトンちゃんを連れて行くのか。ここにいた方が安全だと思うが。そういうわけにはいかないんだ。約束しちまったからな。俺はイリスのボンデージガーターベルトになるって。は？ああ、間違えた。ボディーガードになるって。趣味嗜好が出ちゃったか。なんだかよくわからんが、まあいい。とにかく行くんなら、アセトちゃん、これを持って行ってくれ。これは？ GPS の発信機だ。モーマ、イリスの携帯には GPS の機能が。わかってる。だが、もしも敵に捕まって携帯を捨てられちまったらアウトだろう。万が一のためだ。どこか目立たない場所につけといてくれ。ありがとうございます。そいつが役に立たないことを祈ってるよ。だて、アセトンちゃんに何かあったらただじゃおかねえからな。大丈夫だ、安心しろ。なるほど、ナイカトロッツか。ありえない話じゃないね。イリス、なんだか寒そうにしてるが大丈夫か？え、はい、
結構寒がりなんですよね。現在の室温は23度、湿度は 62%。 寒さを覚えるような数値ではないはずだが。オータンはいつでもどんな時でも私を助けてくれるヒーローみたいなお兄さんです。もちろん大好きなお友達でもありますけど。どれぐらい好き？地球3個分ぐらい。おっさー、みずきちゃんはかわいいかわいい妹みたいな存在です。それからそれから大大大好きなお友達でもあります。どれくらい好き？宇宙3個分ぐらい。やった、オータンに勝った。くくに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 に。それはオータンが。伊達さん、ちょっといい？本当は伊達さんのこと叱るつもりだったんだけど、事情があったんならしょうがないよね。何のことだ？決まってるじゃん、みずきちゃんのことだよ。毎日毎日ほったらかしにしてさ、みずきちゃんが精神的に追い詰められてること知ってるんでしょ？昨夜みずきちゃん、散歩系のマーメイドのこの家に泊まったんだ。なんかみずきちゃん、夜中にうなされてたみたいで、同じ布団で添い寝してあげたんだって、あの子。で、今朝あの子から連絡があって、僕が引き取ることに。今日は平日であの子は学校だし、みずきちゃんはキビキで休みだって言うから、誰かがそばにいてやらないとかわいそうだと思ってさ。もうちょっとみずきちゃんに優しくしてあげたら？今は明るく振る舞って見せてるけど、きっと強がってるだけなんだよ。多分心配をかけたくないって思ってるんじゃないかな、伊達さんに。けなげだな、みずきのやつ。分かってやれ。イリスは私にとっての、なんだろう、大好きな友達であり、お姉さんであり、憧れの存在かな。もうやめてよ、照れるじゃん。本当だよ、だって私イリスみたいになりたいもん。てへへ。何度もしつこく聞くってことは、パパ事件に関係してるんだね。パパが犯人なの？ママを殺したのはパパなの？そうだよね、疑われてもしょうがないと思う。だってママが殺されたのに連絡一つよこさないなんて不自然だし、ナイルでブルームパークに呼び出したのも絶対変だし、だからなんとなく前からそうなんじゃないかって。気づかないふりをしてたの。わざとそのことから目を背けてたんだ。パパのこと信じたかったから。今は出かけてる。買い物にでも行ったんじゃないかな。アセトンちゃんは僕にとっての夢であり、希望であり、安らぎであり、生きがいであり、光であり、星であり、太陽であり、女神であり、万物を支配する宇宙の法則であり、究極の美を体現したイデア的な存在であり、天使であり、恋人であり、抱き枕にプリントされた可愛い女の子であり、同志であり、嫁であり、主君であり、命であり、
僕の人生の全てを捧げる絶対的崇拝の対象だよ。さりげなく恋人とか嫁とかぶち込んできたな。まあ気にせずスルーしてやれ。前にも言ったと思うけど、逆に僕の方はアセトンちゃんの召喚獣。何か緊急事態が発生したら一目散に駆けつけるから。ありがとうウォータン、なんか本当に嬉しいよ。もちろん知ってるよ。ナイカトロッツ、ナイクスは悪魔主義的な秘密結社として有名なんだ。儀式の時には若い人間の生贄を捧げ、その断末魔を聞きながら夜通しハレンチな宴を繰り広げるって聞いたことがある。海外の政治家や知識人、財界の大物とかもメンバーとして名を連ねてて、ほんの数十年前に立ち上がった信仰の団体なのに、今やその勢力は世界最大と言えるくらいの規模にまで拡大してるらしい。なんでもすでにフリーメイソンやイルミナティも組織の一部として取り込まれてしまったとか。ただそんな大規模な団体なのに、上層部にいる連中の顔が全く見えないんだよね。ほら普通だったらさ、ロックフェラーとかロスチャイルドとかそういう名前が出てくるでしょ。でもナイクスに関してはそうじゃない。幹部のやつらの正体が完全に闇に包まれたままなんだ。多分恐ろしく頭のいい連中が牛耳ってるんだと思うけど。オータはウジャトシステムが頂点に君臨してることを知らないのか。イリスはそれを知ってしまったから命を狙われることになった。そういうことなのか。まあイリスの話を鵜呑みにするならな。それじゃあイリス、ぼちぼち行くとするか。はい、わかりました。伊達さん、もしもアセトンちゃんの身に何かあったら必ず連絡してよね。すぐに助けに行くからさ。私も行く。たとえどんなことがあっても絶対イリスを助けてみせる。ありがとう、二人とも。約束だよ。ああ、約束だ。庭には誰もいないみたいですね。瀬島は屋敷の中か。いや待て、庭のどこかに生体反応がある。伊達、周りをよく調べてみるんだ。